皆さんこんにちは EasyJapanese へようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますので、お好きな方でお楽しみください。今日もよろしくお願いします。はい、ということで皆さん、こんにちは。今日は1月31日日曜日です。今日はちょっと遅めの収録になっていまして、今だいたい午後4時ぐらいですね。 長野県の天気は晴れ。今日も雲一つない快晴で、僕のね、家からは綺麗な山が見えています。皆さんは日曜日を何をして過ごされていますでしょうか今日僕はですね、あの、この Easy Japanese のポッドキャストの、えっ、ー、と、アナリティクスですね、をちょっと 分析を確認していたところなんですけれども、当初、初めの方ですね。先週の何曜日だったかな。ポッドキャスト始めたばかりの時はですね、この EasyJapanese の最初の頃は、ほとんどがアメリカの方が聞いていただいていましたね。だいたい90%。90%はわかりますかね。 えっと、9割っていうね、日本では言い方をするんですけど、90%の方が聞いていただいていたのはアメリカの方。で、残りは日本にま住んでおられる方ですね。だったんですけれども、今、今日になってですね、アメリカが大体半分くらいになってきましたね。というのも、えー、モンゴルとか、タイランド、フィリピン、カナダとかね、そういう、 いろんな国の方が聞いてくださるようになってきて、今だいたいね、30カ国ぐらいの方が聞いていただいているような形になります。嬉しいのはですね、やっぱり日本語に興味があって、日本語を勉強したいという方が増えてきて、僕のこの Easy Japanese のポッドキャストを聞いていただく方が増えていること、それが世界で30カ国以上の 方がね、聞いていただいてる。30カ国というのは30個以上の国。30よりたくさんの国ってことですね。が聞いていただいているというのは非常に嬉しいことです。とても嬉しいです。ありがとうございます。でね、中身なんですけれども、どんなトピックがたくさん聞いてもらえてるのかなっていうのは、やっぱりね、この これってどうやって言うのみたいな。例えば昨日なんですけど、なんとか回目。1回目、2回目。その言い方をね、どんな風に言うのっていうようなのが結構聞いていただいてるように、まあ今のところはね、なっているので、僕の方でもなるべく、これどうやって言うの ?How to say this in Japanese っていう内容をやっていきたいと思っています。はい。ということでね、 今後も楽しみにしていただけたら嬉しいんですけれども。今日はちょっとね、違うお話をしようとは思うんですけれども。最近、えー、音声配信。音声配信ってわかりますか音声。音声は声のっていうことですね。音、声って書いて音声なんですけれども、こうやって僕が今、ポッドキャストをやってるように、音声、 声を配信しているっていうね。まあ、やつですね。うん。えっと、まあ、YouTube とか Instagram とかは、えー、映像とか写真だったのに対して、まあ、p o d c a s は音声のみ。つまり、オーディオオンリーってことですね。オーディオ、オンリーオーディオズっていうところなんですけれども、そこの、えー、配信。 が、まあちょっとね、日本でも結構ブームになってきていて、僕は去年のね、夏ぐらいから音声配信をやっているんですけれども、ここ数日、本当に最近の出来事なんですが、アメリカの、えー、クラブハウスっていう、えー、アプリ、ソーシャルネットワークサービス、SNS が、 出てきましたよね。で、すごく日本でもクラブハウスはすごく流行っています。えー、前回もやったんですけど、流行っているっていうのはすごくたくさんの人があのやっていることでいいですね。で、クラブハウスで日本語を勉強しているっていう方にね、結構たくさんお会いしました。なので、クラブハウス経由で この Easy Japanese に来ていただいている方も結構たくさんいるんじゃないかなと今思っているんですけれどもいかがでしょうかあの僕もクラブハウスによくいてあの特にラングエ u ジエクスチェンジあの言葉のね交換というか勉強しようっていうところに結構いるので日本語で話しましょうという形でね、まあ、もし見つけたらぜひ一緒にね 日本語でお話をしましょう。ぜひぜひっていう感じなんですけれども。皆さんはどうですか音声配信。基本的にはこのチャンネル、ポッドキャストで聞いていただいている方が多いんじゃないかなと思うんですけれども。うん。YouTube も一応あるんですが、あまり聞かれてないっていう感じですね。はい。なので、まあまあ、 これからどん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 ね、あのー、音声配信たくさん出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあこうして勉強したり、例えば僕が英語を勉強したり、スペイン語を勉強したり、そういうことってね、あの、ポッドキャストとか音声配信が普及してきて、普及は、えー、広がってきてってことですね。広がってきて、 たくさんの方とのこの、なんだろうな、いろんな音声を聞く機会が増えてきたので、とても嬉しく思っています。うん。皆さんはね、どんな風にお考えなんでしょうかね。でもね、嬉しいのは、まあ、ポッドキャストは結構コメントをしたりとか感想を送ったりが割としにくいかなと思うんですが、うん。 あの、そうしてね、あの、音声配信の、この、えー、クラブハウスで一緒になって、なんで日本語を勉強してますかなんで勉強しているんですかというお話ができることは、とても嬉しく思ってますね。うん。皆さんの、その、なんだろうな。なんでっていうところを聞くことができるっていうのはね、非常に嬉しいなと思っています。なので、これからも、 よろしくお願いします。うん。まあ、そんなところになっちゃうんですが、今日はね、日曜日ということで、家にまあいます。まあ、いつもいるんですけれども、家にいて、先ほどは家族とお茶を飲んで、今は天気がいいので、洗濯をして、これから散歩に出かけようかなと思っています。散歩、 歩歩くことですね歩いて気分転換気分転換は、えは、ー、リフレッシュみたいなこと、ちょっと難しいな。気分、気分を変える。気分を新しくするっていうことなんですけど、疲れたなって思ってるので、外を歩いて自然に触れて疲れを解消する。解消するというのはなくすってことですね。 疲れとか、ストレス、ストレスって言いますけど、ストレスをなくすことです。解消すること。ストレス解消。日本人は、ストレス解消という言い方をしますね。で、そのためには、音楽を聴いたり、話をしたり、まあ、お酒を飲んだりね。あとは、運動をしたり、散歩をしたりと、するんですが、僕は今から、えー、夕方のね、 もうすぐ、えっ、ー、と、夕暮れになってくるんですけれども、寒くなる前に歩いて気分転換をしようと思っています。皆さんの気分転換の方法があったら教えていただけたら嬉しいです。コメントとかもね、お待ちしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まだちょっとできてないんですが、あの、Twitter のね、アカウントを作ろうかなと思っています。 そこに皆さんがね、日本語で質問とか、もちろん英語でもいいんですが、質問、感想、意見とかをね、送っていただきやすいように準備をしようかなと思っていますので、その時はまたよろしくお願いします。では僕は今から散歩に行ってきます。ありがとうございます。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。この番組は、 毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり、簡単な日本語でお送りしています。ポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いします。それではまた、次回の Easy Japanese でお会いしましょう。ではでは。